君らは何様のつもりだ。数々の命令、規則違反、ポリスカーの破損、公共施設の破壊、器物破損、ビヨンド内での銃撃、一般市民18人が巻き添えを食って重軽傷を負っている。朝からひっきりなしに抗議の電話が鳴りやまない。 BCP の機能がパンクしそうだ。江戸、分かってるのか。この件は AP に任せろ。彼らのやり方がお前たちに合わんのはわかる。だがな、我々の時代は終わったんだ。次の世代の連中に任せてやれ。いいか、江戸。お前はもう若くはないんだ。いつまでも逆らってる年でもあるまい。頭を冷やせ。もう少しでコロニーに穴が開くところだったんだぞ。デイブには風穴が開いちまったぜ。ジョナサン、君はもうポリスノーツでもなければ BCP でもビヨンズでもないんだ。過去にポリスノーツであったとしてもそれは昔の話だ。君はここでは観光客なんだ。ロレインのことでは君に同情はしている。しかしこの件は別だ。ジョナサン、これ以上君をかばいきれん。昔のよしみで甘くしてきたが、どうやら私の間違いだったようだ。今後、ビヨンド内での銃の所持は禁じる。帰るまで BCP で預かる。法務部長、あの場合、ジョナサンの発砲は、エド、まだ自分の立場が分かっていないようだな。いいか、あと3年で十分な年金が降りる。めでたく定年だ。デカ人生に傷をつけることなく。エド、おとなしくしてるんだ。今度何か起こすともう私の権限では抑えきれん。君は30年間のデカ人生とポリスノーツの栄光を棒に振ることになるぞ。相手はあの徳川なんだ。徳川のやり口ならよく知ってる。奴は間違いなく黒だ。ジョナサン、分かってくれ。彼らと正面から戦うにはそれなりの勝算が必要なんだ。奴を追い込めるだけの証拠がなければ、今の状況では君らに協力はできん。ゲイツ、デイブがやられたんだぞ。あんたの部下だろう。君らの腹立ちはわかる。だが、私の立場もわかってくれ。上からの圧力も相当なものになってきているんだ。立場がどうのこうの言ってる場合か。あんたの可愛い部下に裏切り者がいる。またその話か。徳川のことならいざ知らず同じ仲間を疑うのはよせ。とにかく江戸、命令だ。しばらく休養を取れ。うちに帰って家族サービスでもしてやれ。ジョナサン、つまらんことを考えずにゆっくり観光を楽しめ。北条の件に関しては AP で捜査させる。何か分かったら報告しよう。いいな、二人とも。ジョナサン、命令に従わない場合はホームへ送り返すぞ。証拠があればいいのか。あんたの首が飛ばないくらいの。うん、証拠がつかめればな。だが勘違いをして勝手なことはするなよ。エド、明日までに納得のいく報告書を提出しろ。処分はそれからだ。以上。まだ話があるのか。さっさと行きたまえ。待ってくれ、ケイツ。質問ぐらいはいいだろう。もう面倒を起こさないと約束するか。約束する。おとなしくするか。する。誓うか。誓う。今日のところは。相変わらずだな、ジョナサン。お前とは取引など通用せんか。で、何が知りたい。Thank you.
な、二人とも。徳川を踏んじばれるような証拠がない限り、下手な考えは起こすなよ。わかりました。実を言うと、徳川の AP 買収の噂はあるにはある。しかしだ、私の目が届く限り、徳川の思い通りにはさせん。レッドウッドの件は、はっきりするまで内密にな。おお、ジョナサン、一暴れしたらしいの。わしはすっきりしたぞ。この BCP に来てから数年ぶりじゃ、こういうのは。はしゃいでもらっては困る。うちの部下が一人殉職した。そうか。じゃが、あんたらの取った行動はデカとして正しい。ありがとう、ビクトル。落ち込みなさんな。ビクトル、あんたを俺たちの味方として頼みがある。この人工血液を内緒で調べてほしい。さっき言った星のものか？そうだ、デイブをやったあの男の。なるほど、これを調べれば犯人は限定できる。限定？人物は特定できないのか？わかるのは人工血液の型、製造業者、製造バージョンだけじゃが、それで十分じゃ。こんな第一世代のもんを使っとるのは AP か軍かのどちらかじゃ。 AP のものであれば透析器と輸血データを照合すれば犯人は絞れるわい。もともと酸素濃度が低いところでの作業用に作られたもんじゃ。通常よりも酸素運搬効率がいいようにな。あの人工血液は常人の人肺機能では無理じゃ。頼んだぞ。高貴なお方の血かもしれないからな。少し時間がかかるがいいかな。わしもあいつら AP は好かん。年寄りをバカにしよって。それにあのカプセルの一件もあるしな。任せろ、今度は奴に内緒じゃ。Thank you.
そずっと引っかかってたんだけど、あのカバン屋でデイブがいなくなった時負傷してたエンプスがいたでしょ。両脇を抱えられていたゴダードか。あれは確かレッドウッドの木だ。待て、ということは奴は現場に。違うわ、中に入ってたのは奴じゃない。エンプスの関節から血が流れてたのを覚えてる。赤い血が流れてた。そうか、 AP の血なら白だ。あの中にデイブを入れて運んだんだな。なぜ？それはわからないわ。証拠は？エンプスを調べればデイブのルミノール反応が出るかもしれない。私が調べるわ。気をつけろよ、この BCP 内のどこまでが敵かわからないからな。わかってるわ。いっそのこと徳川製薬へ潜入してみたらどう？俺もそれが手っ取り早いと思う。本気か？証拠さえつかめばこっちのもんよ。あそこにあるはずよ。ここの柱の傷は？デイブが私のナイフで刻んだのよ。日本語のようだが、なんて書いてあるんだ？それはアイアイガサ。アイアイガサ？日本でよく書かれる落書き。傘の下に男と女の名前を書くんだ。お互いがうまくいくようにな。それで誰の名前が書いてあるんだ？私とデイブ。そうか。最初は分からなかったんだが、日本人の刑事が来た時に分かったんだ。あの時デカちょったらカンカンになって柱を拭いたけど消えなかった。おかげでデイブの思い出が残ったわ。時々説明のつかないことをするやつだった。エド、こうなれば強硬手段に訴えるしかない。メリルの言ってた件か、徳川製薬へ潜り込むという。そうだ、あそこへ踏み込み、物を抑える。DDS の奥に工場があったろ。そこにあると思うか？なければお前の首はなくなる。俺も地球へ送還される。おいおい。大丈夫だ、必ずある。ガードマンが言ってたろ、サンプルは試作工場で作るって。物を握れば、ゲイツも腰を上げずにはおられまい。それはそうだが。よし、徳川製薬へ向かおう。念のため寄り道をしていこう。つけられてるかもしれん。わかった、本部長なら見張りをつけてるかもしれん。一回りしてから行こう。徳川製薬だぞ。この中のどこかにナークカプセルがあるはずだ。1セットでも発見できればそれで奴らの犯罪を立証できる。その代わり何も出なかった時は諦めるんだぞ。必ずあるさ、この中に。さあ、矢探しだ。本当だ、誰もいないな。最初の物々しい警戒からすると嘘のようだ。どっから始める？どう考えてもあの奥の部屋が怪しいな。あそこを調べよう。
ックシステムに ID を差し込んでみよう。 ID を差し込んで、おお、ジョナサン、扉が開いたぞ。しかし、これだけのセキュリティが ID だけで開くとは妙だな。警備員の話だと、ここは徳川本人の許可が下りないと開けられないとか言ってたろ。エド、気にしすぎだ。さあ、行こう。これは黒ケイシ、ブラックポピーの栽培工場。ついに見つけたぞ、サダを決め。ジョナサン、できるだけ多くの証拠を集めよう。まさしくナークの原料となるブラックポピーだよ。この実から取れる乳液でナークが作られる。これが黒ケイシ。それにこの葉、ロレインが持ってきたあの葉と同じだ。遺伝子操作と品種改良を重ねた新種の黒ケシだ。こんな黒ケシは見たことがない。間違いない。ロレインから預かったあのケシの葉はここで作られたものだ。王女はここから持ってきたんだ。まったく、ビヨンド内で堂々と黒ケシ栽培とはいい根性だ。ケシの栽培だけでもかなりの重罪だ。ケシ栽培だけであとは害虫か。そんなはずはない。奥へ行ってみよう。もっと面白いものがあるかもしれない。用心しろよ。ここが本当に徳川の消し工場だとすると、こんなに警備が手薄なはずがない。分かった。何かあったらすぐに応戦できるぜ。銃もないのにか。いざとなればエドノを使うさ。お前、大丈夫だ。お前を当てにはしてない。射撃は俺に任せろ。すまない。気にするな。人にはいろいろあるさ。よし、奥の部屋を見てみよう。あ、これは、これはまさにナークカプセルを作ってるところだ。
見ろ、黒消しの実が長くカプセルになっていく。さっきの消し栽培場で採れた消しの実がどんどん流れてくる。何もかもが自動化されてる。完成したナークカプセルだ。中身は空のようだ。間違いない、ロレインから預かったあのカプセルだ。ベルトコンベアで流されていく。倉庫で箱詰めされるんだろう。まさにナーク製造工場だ。黒消しの栽培からナークカプセル製造まで。エド、ついに奴らの首根っこを押さえたぞ。さてどうする？今処分するか。帰ってゲイツに伝えよう。それから AP とここに踏み込むってのはどうだ？本部長もこれを見れば目を覚ますだろう。いくつかいただいていこう。どうするつもりだ？ゲイツへの手土産だ。行こう。というわけだ、ゲイツ。それがそのナークカプセル、K9 だ。これで徳川をパクれる。どうやって入った？ノックして入ったとでも思うか？お前たち捜査令状もなしに。本部長、いいですか？奴ら堂々と黒消しをこのビヨンドで栽培して、その上ナークを密造してるんです。ゲイツ、いいのか？奴らをこのまま野放しにしても。間違いないだろうな。間違いありません。この目で見たんです。よし、分かった。徳川も年貢の納め時だろう。ご苦労だったな、二人と。一緒に来るか？もちろん。ジョナサン、君の反動銃リコイルを返しておこう。特例だぞ。いいな？分かってる。特別扱いは嫌いじゃない。よし、エンピス部隊、 AP 全員第二装備で集合。徳川製薬へ踏み込む。
焦るな。俺はこの瞬間が一番好きなんだ。おい、イロハ、レッドウッドだ。奴は死ぬどころかピンピンしてるぞ。なんてこと。行くぞ、野郎。徳川製薬に着いたぞ。ゲイツ、ここがナークを密造している工場だ。エド、ヨナさん、案内してくれ。ゲイツ、乗り込もうぜ。よし、 AP 隊位置につけ。エンプス A 班は周りを固めろ。エンプス B 班は飛行ユニットを離脱、中へ入り。いいか、ヨナさん、エド、行くぞ。なんだい、どうしたってんだ。俺たちが観光見物ツアーの団体に見えるが、 BCP 本部長のゲイツ・ベッカーだ。この会社内を調べさせてもらう。どうして。黒消し栽培、ナーク密造の容疑だ。何のことだい、一体。捜査令状はある。ジョナさん、どこだ、案内してくれ。徳川の犬め、少し手洗いがエンプスを使おう。ゴダード A 班、この扉を丁重に破壊しろ。了解。待て、誰だ。徳川会長。ふん、貞沖、いいところに来たな。また貴様たちか。ここで何をしとる。ゲイツ、早くこのバカどもを連れて帰れ。謝罪は後で聞こう。徳川、状況が変わってね。この扉を開けてもらおうか。何？ああ、BCP 本部長ともあろう者が、こいつらのようなチンピラに耳を貸すとはな。ゲーツ、今ならまだ間に合うぞ。どうする？何に間に合うんだ、徳川。BCP を舐めるのもほどほどにしろ。ゲイツ、私の恩を忘れたか。お前が今の立場にあるのは。貞沖、大口を叩けるのも今のうちだ。徳川、ほら、
BCP 発行の捜査令状だ。君の大切なナーク製造工場とやらを見せてもらおうか。ここは開けろ。ナーク？ナークだと？こりゃ参った。何のことだ？とぼけるな、サナオキ。お嬢際が悪いぞ。はあはあ、困ったな。わかった。斉藤君、扉を開けて差し上げろ。でも、この奥に悪いの。いいんだ。何もかも、ここの野蛮な連中に見せてやれ。本当にいいんですか？なあ、カマン。わかりました。扉を開けます。どうぞ諸君、入りたまえ。ゲッツ、これだ。これがケシの栽培場だ。何を言う、これがケシだと。まだシラを切るのか、サダオキ。落ち着け、ジョナさん。調べてみればわかることだ。ジョナさん、証明してやろうぜ。俺たちの勝ちだ。ん？これは？ジョナさん、ケシじゃないぞ。すり替わってる。ゲイツ、何があるだって？これがケシに見えるか？ジョナさん、どうした？これは我が社の極秘プロジェクトの地球環境対策として開発された人工波だ。炭酸ガスを普通の3倍も吸収するという画期的なものだ。エコロジーテロリストなどに知られると厄介なんで極秘にしてたんだよ。そんな。確かに4時間前まではここにあった。このどこかにあるはずだ。ジョナさん、落ち着け。よく探してみるんだ。まだ結論が出たわけじゃあるまい。その通りだ。よく見てみよう。違う、おかしい。ケシはどこに行ったんだ。きっとあるはずだ。探すんだ。ない、ケシがなくなってる。本部長、確かにここにあったんです。どうだね、我が社のエコロジー新製品は気に入ってもらえたかね。隠したな、サダオキ。隠すも何も、ここには前からこの人工波しかないんだがね。ジョナさん、奥の部屋を見てみよう。そうだ、ゲイツ、奥の部屋を見てみよう。奥の部屋を見てくれ。奥にナーク工場がある。その言葉当てにしていいんだな。もちろんです。ここの消しはともかく、あの設備を短時間で隠蔽するのは不可能です。よし、奥の部屋に行ってみよう。あった、本部長、ここです。ここがナークの製造工場です。どこがナーク工場だって教えてほしいもんだ。ここのどこが？ジョナサン、エド、気にせず説明してくれ。あれ、ケシの実がなくなっている。ここに黒ケシの実がたくさんあったんだ。本部長、見てください。これがナークの製造過程です。君ら頭がおかしいんじゃないのか。ここでは DDS のカプセルを作っているんだ。でたらめ言うな、徳川。どこにナークがある？さあ見せてもらおう。
これが例のナークカプセルです。バカを言うな。これは無重力下でも均等に溶解するというカプセル系ないんだ。もう少しまともな言い訳をするんだな。このカプセルの秘密は分かってる。秘密だと？ジョナサン、見ろ。違うぞ。これはナークカプセルじゃない。目印がない。すり替わってる。何？やりやがったな、サダオキ。それくらいにしておいたらどうだ？これ以上は冗談では済まされんぞ。それともまだ続けるか？ジョナサン、エド、確かにここなんだな。確かだ。ここに間違いない。ゲイツ、捜査は済んだろう。さあ、この失態をどうしてくれる？待て、徳川。まだだ、まだ済んでない。おい、AP 隊、お前たちこの中をくまなく調べろ。隅から隅までな。了解。各班散開して工場内を捜査しろ。エンプさんは各種センサーを使用しろ。おいおい、会社の設備を壊さんでくれよ。本部長、出ました。どうした、何か出たか？来てください、こっちです。出たぞ、エド、行こう。男の死体です。北条、どうしてここに北条が？ガイシャは北条健三、ここの社員です。急いで犯人の足跡、指紋、DNA 指紋を採取。了解。エンプスの簡易アナライザーを使います。どういうことなんだ？隊長、死体に生活反応が見られます。殺害現場はここと見て間違いないでしょう。遺体の体温 34.3 度、ここの室温が高温ということを考慮しても死後4時間以上は経っていないと思われます。レッドウッド、ここのビデオカメラに何か映ってるかもしれん。調べてみろ。どうぞ、セキュリティ室へ案内しましょう。扉やドアノブに付着していた指紋はルテニウム法による指紋検出により一致しました。よし、 DNA 指紋の方はどうだ？工場に付着していた毛髪および工場内に残されていた毛髪数本から DNA 指紋を検出。ポリモルフィズム法により一致。よし、凶器は？凶器はビヨンドでは珍しいリコイルです。弾痕検査をすれば立証できます。薬莢もありました。BCP の記録にあるライフリングとの照合を急げ。ゲイツ、こいつは何を言ってる？ありました、ビデオカメラにも映ってました。やはり殺害時刻は4時間前。よし、それでいい。ここの警備員斉藤の証言も取れました。ガイシャとイングラムは今朝未明工場で言い争っていたそうです。うん、素晴らしい、パーフェクトだ。ゲイツ、何だ、何をしている？よろしい、ご苦労、事件は解決した。本部長、どういうことです？ジョナサン・イングラム、君を北条健三並びに石田純、北条ロレイン殺害容疑で逮捕する。逮捕？俺をか？エド、君にも話を聞かねばならんな。ことによれば君も処分しなければなるまい。貴様、はめたな。やめろ、ジョナサン。正体を現したか、ジョナサン・イングラム。お前は4時間前ここで北条と言い争った。前妻であるロレインへの嫉妬心からその銃で北条を射殺した。今のようにそうやってな。ゲイス、銃を返したのもそういうことだったのか？同じようにロレインをホームで殺害。お前があの方の爆弾について精通していることはカバン屋での記録を見ればわかる。爆弾を解体したのはお前だからな。あれは
裏付けも取れている。ロス市警から連絡があった。貴様の事務所から爆破用の起爆装置が見つかったとな。起爆装置？あの犯行に使われたバイクも貴様が密輸したらしいじゃないか。貴様が乗っていた ASL797 便に乗せてな。まさか。そして真相を知った石田までも消した。消失最初から。おっと、動くと頭吹っ飛ばすぜ。ジョナサン、このビヨンド内でそんな反動の大きい火薬銃を持っている者はいない。しかもライフリングの残る足のつく銃はな、見てみるがいい。AP も BCP の連中もみんな無反動銃、リフトガンだ。わからんか。北条はその銃で殺されたんだ。そんな銃を振り回しているのはこのコロニーではお前の他にはいない。本部長、イングラムの銃と北条から摘出した弾とのライフリングが一致しました。どうする、ジョナサン。この場で AP に射殺されたいか。くそ、イングランも捕まえろ。話せ。君には黙秘権がある。話したことは証言として扱われおる。これ以降の証言は自分に不利に使われることがある。それに弁護士を接見する権利がある。弁護士の費用が払えない場合は感染弁護人をつけることができる。ジョナサン、おとなしくしておればよかったのだ。もう少し賢い男だと思ったが。本部長、北条の ID カードと CD ロムを持っていました。よろしい、証拠品だ、押収しろ。それから北条夫妻の写真も持っています。殺した人間の写真か。それも押収したまえ。警室佐藤氏、許さん。ジョナサン、楽しかったぞ。ジョナサン、お久しぶりだ、こんなに笑えるのは。まったくだ。昔のよしみであれほど忠告したのに、貴様は本当に変わらん。まったくバカな男だ、ジョナサン。連れてけ。そう、離せ。手間を取らせるな。ジョナサン、抑えろ。麻酔だ、パラライザーを使え。おやすみ、ジョナサン。ジョナサン、ジョナサン。ジョナサン。